この話は2年前ぐらいの話なんですけど、僕には兄弟がいてまして、上がお姉ちゃん、真ん中が僕で、一番下が妹の、3人兄弟なんですけど、ある時親父が僕ら3人に畑から食べ物パクってこいみたいな言い出したんですよ。で、僕ら3人は畑からなんか食べ物パクってきて、まずは妹が、お父さんパクってきましたって言われて、ブドウをパクってきたんですよ。じゃあ、親父がそのブドウをケツの穴に入れろみたいに言い出したんですよ。で、妹もよくわからんながら、ケツの穴に入れたんですよ。じゃあ親父がケツの穴に入ったからせえみたいな。で、次にお姉ちゃんがパクってきましたって言って、持って行ったんですよ。で、それが小ぶりのリンゴなんですけど、小ぶりのリンゴか、ケツの穴にまた入れろって言い出したんですよ。じゃあお姉ちゃんもこう頑張って入れるんですけど、なかなかやっぱり入らないんですよ。で、それでも頑張ってこうなんとかこの入れたら、半分ぐらいは入ったんですよ。じゃあ親父が、半分入ったからせえみたいなことを言う。それを僕茂みで見てたんですけど、僕はスイカ持ってたんですよ。その瞬間僕目覚めて、夢やと分かったんですけど、